さんいただいてます。ありがとうございます。チェックしてますからね。パーリンクすごいな。パチパチってたくさん、何が入ってる、たくさんの拍手マークありがとうございます。ちゃんと演奏しながら見れる合間でチェックしてますので、もっともっとスタンプとあと応援よろしくお願いします。何が入ってる。ではでは、はい、待ってる方も、ね、いらっしゃいますので次の曲に行きたいと思います。皆さんこちらの琉球村もいろんな媒体で検索したり広告を見たりとか、ここ行ったことあるな、また来たいなって感じで今回来てくださってると思うんですけれども、この琉球村さんのマスコットキャラクターってご存知ですか。マスコットキャラクター何か分かります。木に宿ると言われている木の精のキジムナ、キムとキミでした、でした。急にフラッシュです。すみません。すみません。全部アドリブなんです。可愛らしいキジムナーのマスコットキャラクターが琉球村さんのね、入り口とかも至る所に、園内にも赤毛のちっちゃい男の子がね描かれてると思います。彼女はキミちゃんかな。キムです。キム、あ、彼女がキム。キムコン。キムコン。あ、キムコン。すみません。分かってたつもりです。ちゃんと調べてから言おうね。すいません。あそこに可愛い仲間たちも書かれてるので、あその帰りがけに見てください。で、その岸村に関する沖縄の歌がありますので紹介したいと思います。ちょんちょん岸村という歌なんですけれども、ちょんちょんっていうのが沖縄でちょんちょんって言うと来る来るよ来るよっていう感じになるんですけれども、ちょんちょん飛び跳ねてる様子とこちらにやってくるという意味を込めて、2つかけてちょんちょんっていうお囃子言葉がねたくさん入ってくるものになります。樹齢100年を超えるラジュマルの木に宿ると言われているんですけれども、心が綺麗な人にしか岸村は見えないということで見えました。私たちまだ見たことないけど、子供の頃は一緒に遊んでたような気もするね。そうなの、ね、うん、まあ置いといてということで、ちょんちょん岸村ちょっと賑やかな曲になりますんで、沖縄の方言で歌われているのでちょっと難解かと思いますけれども、リズムで楽しんでいただけたらいいなと思ってます。ではちょんちょん岸村、手拍子よろしくお願いします。マイクが聞き苦しいです。はい、
い、ということで、まあ、あそこにね時計があって、私たち時計を見ながらちょっとトークを調整したり曲調整したりしてるんですけど、今日はあの時計で3時までやりたいなと思ってるんですが、あとね用意してる曲が2曲しかなくてでもまあちょっと間合いを測りながらやっていきたいと思います。で、次の曲なんですけれども、先ほどから皆さん座ってらっしゃって手拍子たくさん入れてくださってるんですけれども、もっと動きたくないですか？あ、お父さん踊りたそうですよちょっとね始まる前にアイスちゃちゃっと食べていただいて踊りたいかなと思って踊れる曲を用意してますんでね、ちょっと賑やかにやってみたいと思います。次の曲は沖縄のカチャーシーという手踊り、皆さん経験されたことはありますか？まだないです。この両手を万歳してもらって、で万歳して少々を開ける感じで、あ、もう噛めた。なんだろう。よいしょよいしょ。歌ってたら大丈夫。歌ってたら大丈夫。はい。で、ごめんなさい。せっかく万歳させたのに、万歳した手を少々開ける感じで一旦右に、でくるっと返して左へ閉じます。開けて。閉めて、開けて、閉めて、これの繰り返しで、阿波踊りでもいいですよ、阿波踊りでもいけて、沖縄のおじさまたちはよく空手の方とか披露しながら、カチャーシーのリズムに合わせて、はい、やっていきます。もう形は自由で、自分の嬉しさ、喜び、いろんな感情をね、踊りに乗せて、体で表現できるというのが、カチャーシーのいいところです。で、にぎやかに踊りやすい曲でね、いきたいと思いますので、見てください。では、ハリクミヤマクI'm not afraid to die.
会場とのこの熱の差ね。あ、もう汗だくですよ。手拍子ありがとうございます。これで終わろうかなと思ったけど、なんかあんまりあれなのなんかあんまりあれだから最後の曲ちょっと付け加えて、バイバイ沖縄という歌をやってみたいと思います。まだあのご滞在1日目とか2日目だと思うんですけれども、今日明日帰るよっていう方いらっしゃいます？あら、帰らんかみんなあと半年くらいいますか。いらんせっかく来れるようになったからね。じゃあ、終わる沖縄旅行が終わる日にはこれから歌うバイバイ沖縄っていう歌を思い返して、はい、ぜひ浸ってくださいね。ありがとうございます。コメントもたくさん来てます。フルスさん、8888パチパチね、覚えましたよはい、あとジーマーミー、さっきからいろいろ沖縄に行きたいですっていうねコメントもちゃんと読んでます。応援ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ本当に最後の最後の曲ですね、バイバイ沖縄で今回のライブを締めくくっていきたいと思います。バイバイ沖縄。インスタライブご覧の皆さんもありがとうございました。ありがとうございます。ジーマミでした。ありがとうございました。